はいどうも皆さんプロスペです。2022年9月、ついに西九州新幹線が開業し、長崎に新幹線がやってきました。西九州新幹線は最終的には、博多から長崎を直通で結ぶ計画となっているのですが、今回開業したのは武雄温泉駅から長崎駅の区間のみであり、博多から長崎へ向かう際には、博多からリレーかもめで武雄温泉駅まで行き、そこで新幹線に乗り換えることとなります。このような中途半端な形になったのは、長崎と福岡の間にある佐賀県が新幹線建設に反対しているからなのですが、どうして佐賀県は、一般的にはいいイメージがある新幹線の建設に反対しているのでしょうか？というわけで今回は、佐賀県が新幹線建設に反対している理由を解説し、今後どうなるかを考えていきたいと思います。佐賀県が新幹線に反対している理由として真っ先に挙げられるのは、新幹線ができても博多までの所要時間がほとんど変わらないことです。現在、佐賀駅から博多駅までは在来線特急で約35分となっていますが、西九州新幹線が開業しても、15分短縮して20分になるだけだと試算されています。わずか15分の短縮というのは、佐賀県にとっては大したメリットではないでしょう。二つ目の理由は、佐賀県が結構な金額の建設費を負担しなければいけないことです。西九州新幹線はいわゆる整備新幹線と呼ばれる路線の一つであり、鉄道建設、運輸施設整備支援機構が設備を建設、保有し、営業主体である JR に貸し付けるという方法で整備されます。建設費に関してはまず JR からの貸し付け料収入分を引き、残った分を国と自治体が2対1の割合で負担することとなっています。ただ、自治体負担分については 90% までを地方債で賄うことが認められており、地方債で賄ったうち 50% から70% の金額が、地方交付税として国から出ることになっています。どれだけの割合が国から出るかは、標準財政規模に占める返済額の割合で決まっており、返済額が占める割合が 1% 以下の場合、返済額の 50% を交付税として国が負担し、割合が 1% を超えると徐々に増えていって、返済額が占める割合が 4.2% になると、国が負担する返済額の割合は最も高い 70% となります。今言ったことをまとめると、整備新幹線の地元実質負担額の計算式はこのようになります。それでは、実際に計算するのに必要となる具体的な数値を見ていきましょう。まず、西九州新幹線の武雄温泉から新鳥栖駅までの建設費については、約6200億円と試算されています。次に、西九州新幹線の貸付料ですが、武雄温泉駅から長崎駅までの区間については乗り換えが発生することから、当初予定していた年額20億円から大きく減少し、年額5億1000万円となっています。しかし、全線開業すれば乗り換えが発生することもなくなるので、武雄温泉から新鳥栖駅までの区間については、年間20億円くらいの貸付料になるのではないでしょうか。貸付料は開業後30年支払われることとなっているので、貸付料収入は合計で600億円となります。6200億円から600億円を引いた5600億円のうち、佐賀県の負担分は3分の1の1867億円となります。このうちの 90% にあたる1680億円を、地方債で賄うことができるわけです。佐賀県の標準財政規模は2617億円なので、標準財政規模に占める返済額の割合は約 2.2% となるので、地方債の返済額のうち国が地方交付税として負担するのは、約 57.5% となります。そして、ここまで出した数字を使って佐賀県の実質負担額を計算すると、901億円という決して軽い負担とは言えない額になります。三つ目の理由は、いわゆる並行在来線問題です。並行在来線というのは、一般的には整備新幹線に並行する在来線のことであり、整備新幹線が開通した際には、原則として JR から経営分離されることになっています。この制度は簡単に言うと、新幹線開通後の JR の負担を減らすためのものです。新幹線が開業する前の並行在来線では、都市間輸送の需要に応えるための特急列車が運行されています。しかし、当然のことながら新幹線開通後は、都市間輸送は特急列車から新幹線へと移り、並行在来線の利用者数は減少します。そうなれば必然的に並行在来線での収益は減り、路線によっては赤字となることも十分と考えられるわけです。JR の立場からすれば当然、そんな路線は運営したくないでしょう。
並行在来線という制度は新幹線を建設する代わりに、お荷物となった在来線を地元に押し付ける仕組みと言えるでしょう。並行在来線の具体例として、富山県の愛の風と山鉄道について見ていきましょう。現在愛の風と山鉄道が運営する路線は、かつては JR 西日本が運営する北陸本線の一部でした。しかし、北陸新幹線の開業に伴って経営分離されることとなったため、JR に代わって路線を運行するために設立されたのが、愛の風と山鉄道というわけです。令和4年度の富山県予算を見てみると、並行在来線対策費として18億7500万円を確保しており、多額の税金が使われていることがわかります。また、並行在来線は少しでも赤字額を抑えるためか、運賃が割高になることが多いです。例として富山高岡間の運賃を見ると、JR 西日本時代は320円だったのに対し、現在の運賃は約 1.2 倍の370円となっています。このように、並行在来線は地域にとってかなり重い負担であり、整備新幹線建設の大きなデメリットとなっています。また、並行在来線とは少しずれますが、それ以外のところでも新幹線開業によるデメリットはあります。まず、新幹線は在来線特急に比べて料金が割高です。九州新幹線を例としてみると、熊本から博多の鉄道料金は、新幹線が開業する前は片道3940円でしたが、新幹線開業後は約 1.3 倍の4990円となりました。また、新幹線が開業すれば、都市間輸送は新幹線が担うようになるので、在来線特急は廃止されますが、在来線特急が停車していた駅すべてに、新幹線が停車するわけではありません。北陸新幹線を例として見てみると、かつて東京北陸間の輸送を担っていた特急白鷹は、富山県内で7駅に停車していました。しかし、7つの駅のうち北陸新幹線の駅ができたのは富山駅のみで、高岡と黒部に関しては、中心部から離れたところに新駅ができたものの、その他の駅に関しては、同じ自治体内に新幹線の駅ができることさえありませんでした。新幹線開業前は優等列車が止まる拠点駅であったのに、新幹線が開業したことにより、その駅は拠点駅としての機能を失うことになり、それがその都市自体の拠点性が低下することにもつながるわけです。ここまで見ていただくと、新幹線を建設することには様々なデメリットがあることがわかると思います。ですが、それでもやはり一般的には、新幹線ができることはいいことというイメージが強いです。それは、多くの場合新幹線ができることによるメリットが、デメリットを上回るからでしょう。西九州新幹線とよく比べられる九州新幹線を例に、新幹線開業によるメリットを見ていきましょう。新幹線開業によるメリットの中で最も大きいものは、やはりその時短効果です。かつては南九州と博多の間の輸送は、在来線特急のツバメが担っていましたが、九州新幹線開業後は所要時間がかなり短くなり、博多熊本間は40分短縮の33分に、博多鹿児島中央間は55分短縮の1時間17分となりました。新幹線開業によるメリットはそれだけではありません。特急ツバメ時代は南九州から鉄道で関西、山陽方面に行くには、ツバメで博多駅まで行き、そこから山陽新幹線に乗り換える必要がありました。しかし、九州新幹線開業後は新大阪から鹿児島中央までの直通列車が、1時間あたり2本程度運行されており、南九州と関西、山陽地方の間の移動がかなり楽になりました。九州新幹線開業による時短効果は、熊本新大阪間で59分短縮の2時間58分、鹿児島中央新大阪間で80分減の3時間42分となり、山陽地区の都市との間でも、同等の時短効果が発生しました。これだけ所要時間が減り、しかも乗り換えもなくなるわけなので、九州新幹線開業後、南九州と関西、山陽地域の間の交流人口はかなり増加しています。増加率は、熊本山陽間で2倍、熊本関西間で 1.3 倍となっており、鹿児島についても同程度になっています。このような莫大な利益を享受するために、地域は並行在来線などのデメリットを受け入れるわけです。長崎県も、西九州新幹線が全線開業した場合は現在の部分開業状態と比べ、かなりの時短効果が見込まれており、新幹線開業後の所要時間は長崎博多間が29分短縮の51分、長崎新大阪間は43分短縮の3時間15分となると試算されています。佐賀県に関しても、新大阪への所要時間は29分短縮の2時間44分になり、乗り換えもなくなるわけなので、そういう意味では一定のメリットがあるということになります。そのため、佐賀県は博多への所要時間しか見ておらず、関西との交流人口増加のメリットを考慮していないと、たびたび批判されています。
ただ、長崎や九州新幹線の鹿児島、熊本と比べると、時短効果が少ないのも確かであり、どこまで交流人口増加に貢献できるかはわかりません。また、交流人口としてわかりやすいのは観光客なわけですが、観光客を呼び込むには、当然魅力的な観光地が必要になります。都道府県魅力度ランキングを見てみると、交流人口が増加した鹿児島県や熊本県は、半分より上と比較的高い順位である一方、佐賀県は全47都道府県中最下位となっており、佐賀県は日本で最も魅力がない県と思われていることがわかります。となると、ちょっと所要時間が短くなったからといって、わざわざ佐賀県に観光に行こうと思う人は、そんなに多くならないでしょう。しかも悪いことに、佐賀県の両隣の都道府県魅力度ランキングの順位を見ると、福岡県は7位、長崎県は9位とかなり高順位となっています。西九州新幹線を使って観光に行こうとする人は、魅力度7位の福岡県と9位の長崎県を観光し、魅力度最下位の佐賀県は素通りする可能性が高いと言えます。佐賀県が西九州新幹線に反対する理由として最後に挙げられるのは、そもそも最初はフル規格新幹線を建設する予定ではなかったことです。もともと西九州新幹線は、長崎駅から武雄温泉駅までの間はフル規格で建設し、武雄温泉駅から新鳥栖駅までの間は在来線を活用する予定でした。この計画で使われる予定だった車両が、いわゆるフリーゲージトレインです。新幹線と在来線は線路の幅が異なるため、普通の列車では直通することができません。そこで、異なる幅の線路を直通することができる列車である、フリーゲージトレインを開発し、この列車で西九州新幹線を運行する計画でした。しかし、フリーゲージトレインは技術的問題から開発が断念され、武雄温泉新鳥栖間を在来線が走る計画は破綻し、西九州新幹線は全区間で、フル規格新幹線として建設する計画となりました。佐賀県はフリーゲージトレインという話だから合意したわけで、いきなりフル規格の計画に合意しろと言われても無理な話でしょう。このような経緯も、西九州新幹線が半端な形となってしまった原因となっているわけです。ここまでの話をまとめると、西九州新幹線を建設した場合、佐賀県は所要時間などのメリットが限定的であるにもかかわらず、多額の建設費や並行在来線など、多くのデメリットを受け入れなければならないということになります。こう考えれば佐賀県が西九州新幹線建設に反対するのは、極めて自然なことであることがわかります。このまま行けば、現在の部分開業状態が永久に続くことも考えられるでしょう。しかし、西九州新幹線開業への望みが全くないかというと、そんなこともありません。簡単に言ってしまえば、佐賀県が受けるメリットに対してデメリットが大きすぎるのが問題なので、デメリットをなくしてあげればこの問題は解決できるでしょう。まず建設費についてですが、これは今の枠組みにとらわれず、国、長崎県、JR 九州の負担分を増やし、佐賀県の負担分を極限まで減らすことで解決できるでしょう。また、並行在来線という大きな問題についてですが、実はこれに関しては、佐賀県が一定の負担を負うことがすでに合意されています。西九州新幹線武雄温泉長崎間の開業に伴って並行在来線となった区間のうち、長崎本線の江北諫早間については、佐賀、長崎鉄道管理センターが設備を保有し、その設備を JR 九州に貸し付けるという形で運営されています。この区間の維持管理費は年間9億円と試算されており、長崎県と佐賀県の負担割合は2対1となっているので、佐賀県はこれから年間3億円の負担をしていくことになります。佐賀、長崎鉄道管理センターのように、設備を保有している鉄道事業者を第三種鉄道事業者、江北諫早間における JR 九州のように、列車を運行している鉄道事業者を第二種鉄道事業者といい、このように設備の保有と列車の運行を別の組織が担当することを、上下分離方式と言います。並行在来線の経営分離には沿線全自治体の同意が必要です。しかし、上下分離方式の場合は JR 九州が運行を引き続き行うため、経営分離とはみなされず、沿線自治体の同意は不要となります。JR 九州としては江北諫早間を経営分離したかったのですが、鹿島市などが反対し、全自治体の同意は得られませんでした。そこで、列車の運行は JR 九州が引き続き行うため、これは経営分離ではないという理屈を立てて、鹿島市などの同意を不要としたわけです。また、武雄温泉新鳥栖駅間が開業した際、並行在来線となる区間の問題については、そのまま JR 九州が設備の保有も列車の運行も行う、第一種鉄道事業者として残るという方法で解決できるでしょう。実際 JR 九州は、今回の西九州新幹線開業で並行在来線になった区間のうち、新大村から長崎までの区間は第一種鉄道事業者として運営を続けています。
また、特急列車に比べて停車駅が少なくなる問題に関しては、すべての特急停車駅に新幹線駅を作ることで解決できます。武雄温泉新都市間で特急列車が停車するのは5駅のみとなっており、このくらいならすべての駅に新幹線を停車させることも可能でしょう。となると、残るデメリットは特急から新幹線に変わることの値上げくらいになるので、こうなれば佐賀県も新幹線建設に賛成するのではないでしょうか。また、山陰線と同時に佐賀県で行われた、西九州新幹線のフル規格整備に関するアンケートでは、2019年山陰線時の調査では反対が上回っていたものの、2022年山陰線時では賛成が 56.2% となっており、佐賀県民の間でも新幹線に対する期待度が高まっていることがわかります。実利的なことは無視して、地元に新幹線が来るのはやはり嬉しいですよね。西九州新幹線が開業すれば、西九州地区と西日本の間の交通がかなり便利になり、日本全体に利益をもたらします。佐賀県が不利益を被るようなことはできる限りなくしつつ、無事に西九州新幹線が全線開通を迎えられたらいいですね。はい、というわけで今回はここまで。それでは皆さん、また今度。